こんにちは。今日はこちらの、両方セリアで揃うものなんですけど、このパフェっていう糸とケーク、これを、引き揃えて編んでいこうかなと思います。これはちなみにダイソーの袋ですね、に入れて管理してます。で、これが、まあ、かぎ針の号数が6号から10号って書かれてて、で引き揃えで編むので、まあ、8号ぐらいできるかなと思って8号で編んでいこうと思います。で、ファスナーポーチを作っていこうと思うんですけど、イメージ的には、超長四角、長方形の、なんていうんですかね、ちょっと深さがあるものを2枚作って、それをパンパンって合わせて、で中心にファスナーをつけていこうかなと思って考えてるんですけど、なのでちょっとこう曲がったらいいなって、まあ今は思ってるんですけど、思うので、まあ大体このここを切ったぐらいのサイズの長方形が作れたらいいなとは思ってるんですけどね。なのでこのファスナーに合わせて、まあ、作っていこうかなと思っています。まあ、本当にどうなるかわからないですけど、まあ、つけれたらなと思ってやり始めますね。で、鎖編みを、まあ、中心部分からするので、こうやって、で、ここはカウントせずに一応カウントしようかなと思います。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まあ、どうしようかな、まあ、10ぐらいでいけるかなと思うので、ここから鎖編みまた2つして、立ち上がり1つ、でこれで裏返して、ここじゃなくてここっていう感じでね、細編みを1つずつ入れて、まあ、ずっとまた長方形の編み方をやっていきます。で、今回は目安編み風でやっていこうかなとか思ってるんですけど、あ、それもちょっとどうなるのか、取っていけると思うんですよね。こうやって長方形でメディアス編みで取っていけたら結構可愛いんじゃないかなと思って、で、この引き揃えで編む感じだし、まあ、ちょっとやっていきたいなと思って、まあ、段染めだしね、こんな感じでめっちゃ可愛いですね。これもこの前ピンクバージョンでやってるんですけど、まあ、それは上にリンクで貼っておくんですけど、よかったら見てみてください。あれもめっちゃ可愛かったですよね。まあ、見やすいし可愛いし最高やなと思ってまあこんな感じで長方形の編み方はまた上にリンクで貼っておくので、まあ、ある程度のところまで広げていこうかなと思っています。そうですね、どうしよう、まあ、ここ切ったぐらいまで一番最後は来ればいいなっていう感じでは、だからちょっと浅くなるかもしれないしいろいろ言っていたら、まあ、何か当たるかなって感じで言ってるんですけど、そんな感じでちょっとやっていこうと思います。ではやっていきます。感じやってて、で、まあ、ここで最初の細編みの頭で針を入れて引き抜いて立ち上がり一つで裏返してもいいんですけど、まあ、今回はねメディアス編み風でやっていこうと思うので、これ一番最後の2つ細編み入れたところなんですけど、でここが一番最初の細編みで、ここは V になってるんですよね。でここに入れて、で向こうのここに、だから V になってて、ここは下ポチって開いてるところに入れてます。ここに入れて、まあ、やっていこうと思うんですよね。で、またここは3つ、まあ、増し目増やしていく通りに入れるだけなんですけど、3個入れなきゃなんでねまあちょっと大変なんですけど、で3個入れて、また一番最初のとこどこか分からなくなってくるので、帰ってきたところで、で、まあ、ちょっと見にくいんですけど、ここは一番最初の V のところですね。で V の中に入れてます。このなんですか、いつも細編みで入れていくときはこの細編みの頭に入れていくんで、いつもやったら細編みの頭入れるんですけど、こうやってると、まあ、次ここの V の中に入れたいので、まあ、ちょっと分からなくなるので、私はこの V の中に入れてます。まあ、どっちかなってなっちゃうんで、
どこに入れるっていうのを印つけとけます。でまた外れたら困るんで、こうやって、まあ、パチってできるマーカーがいいかなと思うんですけどね、私は。まあ何でもいいと思うんですけど。でまたこの V の中、ここに入れて、で後ろこうで普通に細編み、これでねメリヤス編み風な感じできますよね。こんな感じで V の中を取って、これ最近ハマってるんですけど、めちゃめちゃいいですよね。これこんな感じでね、こうなんていうんですかね、細編みと細編みの同じ方向でいくのとはまた違う感じになっていって、これでね長方形で作れたらまたいいかなと思ってちょっとやってみているんですけど、こうやってね、まあ、いつも通りの増やし方なので、その増やし方も交互にやる増やし方と同じ方向でいく増やし方をやってると思うんですけど、まあ、同じ方向でいく増やし方をがあったらそちらを貼っとくと思うんですけどまあちょっと探してみます。同じ方向でやってる長方形の増やし方、まあ、なかったら何も貼ってないと思うんですけど、こんな感じでねずっと増やしていきます。ちょっと見にくいんでやりにくいのかもしれないんですけど、この合わせてることでですよね。まあこんな感じでゆったり編んでいくと次が取りやすくなるので、こう細編みもゆったり気味に、なんていうんですかね、こうやって引くときにやっぱりねこの分をまたいでるんで、ちょっといつもの細編みよりちょっとゆったりめに、まあ、玉編みじゃないですけどゆったりすることでぷくっとしていく感じもあると思うし、まあいいと思うんですよね。私はちなみにそういう風にやってるんですけど、でここまでかな、ここまでやって、で、まあ、ちょっとね見にくいところがあるんですけど、ここ 1,2,3 入ってるんですね、この、あの最後のところは。この1個目のところ、まあ、こうやってやると大体分かってくるんで、こうやってね爪でやったりします。ちょっとね、端は確かにね取りにくいんですけど、ここに3個入れなきゃなんですよね。1、まあ、できなかったら普通の交互に編み方でやっていこうとは思ってるんですけど、まあ、できないものをやってもしょうがないんで、3個やって次のと V のところに1個、まあ、いつも通りの増やし方1個やって、まあ、大体適当に入れてみて、まあ入れてみたらここ違うなとか分かったりする場合もあるので、まあ入ればいいって感じまあ取りにくいんでねここ、まあ一応入っているか確かめて、ここはまた3個、まあこんな感じで増やしていきますね。増やし方は同じなのでこれでずっとやっていこうと思いますよね。キラキラしてて可愛いですね、これ。これでやっていきます。こんな感じではできました。ちなみに、1,2,3,4 増し目で、その段で終わってますね。で、ここでもう増し目なしでずっと何段か、深さを編んでいこうかなと思ってるんですね。まあ、このまんまずっと、この V の中を取っていって、こう、仕上げていこうかなと思ってるんですよね。なんかね、ここを角張らせても可愛いと思うんですけど、まあ、ちょっとこの編み方でするのは難しいかなと思ったので、まあ、このまんまずっとねこの V の中をひたすら取っていって好みの高さまで編んでいこうと思います。で、あと一玉ずつあるのでまあいけるかなと思うんですよね、まあ、これの残ってる糸で、まあ、深さを編めると思うんで、まあ、まだ余裕があったらまたこの糸でもう1枚を編もうかなとは思ってるんですけどね。だってこの V の中も必ず3個入っているので3個やって細編みを作ってやっていこうと思います。やってね、で一番最後こんな感じでずっとやっていこうと思います。
ではやっていきます。こんな感じにはできました。結構形になってきましたね。こういうのを2枚作っていきます。これと全く同じものを作っていくんですけど、まあ、ちなみに 1,2,3,4,5 段ありました。でこれだけ残ってるんですね。で片面でこれ使い切りでっていうのでやっていこうと思ったんですけど、なんでこれ残してるかっていうと、ここはね、このここはこうファスナーつけるんですけど、ここをかがっていくために、まあ、これぐらいあったらいけるかなと思ってちょっと残してみてるんですよね。まあ何ていうんですかね、こっちも同じぐらい残ると思うんですよ。同じレシピでやるんで。だからまあありすぎるのかなとか思うんですけど、まあこれを同じように編んでいきたいのでこっちもまた1段編むと、まあどれぐらい余るかもわからないし、まあ、ちょっと余裕を見てこれだけ余らせようかなと思います。まあこの深さ的にもちょうどいいかなと思って、これがもう一つなるんで、まあ、結構分厚いポーチになるんかなと思うので、これでちょっと留めようかなと思います。ではもう一枚やっていこうと思うんですけど、まずこれはこれでカットして、でシュッと抜いて、まあ、いつものようにここからこれ1個飛ばして、ここに針を入れて、でこういう風にねやって、でこの出てきたところに戻ります。これで糸始末して裏にこうやっときますね。糸始末しときます。でまたこう返しみたいな感じでちょっと返して糸始末しとこうかなと思います。こんな感じ であとはもうパチパチと切って、ここもちょっとこう軽く引っ張ってカットしますね。それでもう一つ同じものを作っていきます、はい、こんな感じで2つこう同じものをやってきました。で1つ最後にやったものを糸をカットする前にこの1周が何目あるかっていうのを数えて合ってたのでカットしましたね。まあ、こうやってつけていくので、まあ、合ってないとっていうことで、で私は66目ありますね、一周で。ここからファスナーをつけていくんですけど、まあ、こっちが表ですよね。でこうやった時に、まあ、最初ね何回かこうやってみたら、こうやって最初はこの増し目のところと増し目のところをこうやってやって、真ん中をここで決めて、でここの目をこうやってたどっていってたんですよね。でここもこうやってたどっていってたんですよ。やっぱりね、お分かりの通りこうやって斜めにいってるじゃないですか。なのでそれって結構狂ってきてたんですね。こうやって合わせた時に違うなーってなって、でここもちょっと印つけてるんですけど、まあ、これはねこうやって金具と金具のところを合わせて、でこの大体真ん中のところを、まあ、こうやってね糸で印つけてたんですよね。でこれはすぐ使えるようにまた2本でやりたいのでこうやってやってたんですけど、まあこれをちょっと使っていこうかなと思いますそれでね、でやって、まあここね私は印をさっきつけてたんで、この通りにこうやってまあ中心ですよってことでこうやってつけとこうと思うんですよね。剥げちゃった。こんな感じで、まあ、普通の糸の方がやりやすいですね。私みたいなのやったらこのモワモワが取れてやりにくいんで、まあ、これでこっちの中心は決まって、でこっちの中心、まあ、どっちでもいいんですけど、こうやって決めていくんですね。でその時に、まあ、こうやってねここの真ん中が欲しいんで、まあ、さっきの決め方だとずれるんで、まあ、こうやってちゃんと折って、でここっていう感じでね、まあここも中心合ってるなって思うし、この重なってるからまあいけるかなと思うので、ここを中心として決めます。これでねちょっと透けていこうと思うんですよ。これ中心で、これは一応置いといて、これこうやって透けていくんですけど、まあ大体見ますよね。で一
つもやらないんですけど、まあ、今回はこういうので挟んでちょっと中心をずれないようにやっていこうかなと思います。でこれさっき見ててマーカーつけたんですけど、違うんで取ってきますね。あら、こんな感じに。で大体こういう風に見て、まあ、この角からこれぐらい下降りてるなって見て、こっちも大体この大体の角からちょっと同じぐらい出てるかなっていうのを見て、でここでまたこのね、なんていうんですかね、ここもまた揃えていきたいんですよね。なので、まあ、ここでどうするかっていうの、またここで半分さっき折ったところでねお揃えていこうと思うので、本当に自己流ですよねこうやってまあ1個決めておく方がいいですね。こうやってこっちを決めようかなと思います。先に大体ですよね、こう大体こう決めてきて、これぐらいかなって思って、まあちょっとのね、あの狂いはもうなんとかなるんで、ここぐらいかなって思って、で覚えておきますよね、まあ金具のところにマーカーつけるっていうので覚えておこうかなと思います。私はここにこうして、でさっきの中心を決めたところでまた折ってみて折りますよね。でまたこうやって重ねて、来てるなと思ってで両方でもこうやって見ますよね。ちょっと隠れてたりとかすると思うんで、でこっちも金具がここに来るようにと思ってこうやって、でもう一回こうやって見てみますよね。こうやって見た方がいいかな、出来上がりの。まあいけるなと思うんですよね。だいたいずれてもまあこれぐらいかなっていう、まあこれでちょっとつけていこうと思います。いつもだったら絶対これはしないんですけど、まあ、やりにくいと思うから、まあ、何回かやってるんですよね、それを。でもやっぱりやりにくくて。で、ファスナー付けはまたね上にリンクを貼っておくのでよかったら見てみてください。今回はこうカクカク打ってこういつも通りやるのではなくて、何て言うんですかね、こっちと向こうとこっち縫い付けたら、こっちを次のこっち側縫い付けるっていう形でやっていこうかなと思います。なのでこっちもさっきのようにこう決めていきますよね。こうやって折って、だいたいこう合ってるかなっていうのを見て、まあ、これを見ることで曲がらないかなっていうのもあるし、曲がらないと思うし、ここで中心決めてですね一応ですよね、この中心も。でここでまた、まあ、さっきみたいな感じで、まあ、目数を重ねてもいいと思うんですけどね、まあ、同じなんで、まあ、それもまあ私はもう一回こうやって合わせて、今みたいにね、ここ挟んで、挟めないか、まあ、やっていこうと思うんですよね。うん、これでこういう風に折って、まあ、こうやって見たらおかしいのかな、まあ、一応ここっていうことで印つけとこうかなと思います。これで合うと思うんですけど、まあ、こんな感じでちょっとやっていこうかなと思います。まあ外までですよね。こっち側表なんで、この方向でこうやってつけていこうと思います。ではやっていきます。こんな感じずっとやってて、でこっちはこっちでまた別にこうやってファスナーつけていってたんですよね。でもやっぱりここは決めとかないとと思って、まあこういう風に見た時にこの金具のところから同じところにこう引っ掛けて、このマーカーで留めてます。でここの留めたところから、まあ面倒かもしれないですけど、まあ入ってるところを抜けて数えるかっていうのも決めて、まあ入ってないところからこうやって数えて、こっちも数えて、ここを決める方がいいのかなと思って、
持ってるんですよね。これなのマーカーだ。こうやってだからちょっと数えていこうと思うんですよね。ここのマーカーが入ってないところから数えるので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38 で、まあ38にしとこうかなと思います。一応ここにマーカーつけて、でもう片方も数えようかなと思います。まあ、これで合わせると、まあこっちのファスナーどこまでつけたらいいかなっていうのも必然と決まってくると思うんで、まあこっちも38ですね。38です。これですね。だいぶ変わってきますね。まあ、こんな感じで。で、ここはちょっとおかしかったら、まあ変えるんですよね。で、ここでちょっと引っ付けとこうかなと思います。まあでもやりにくかったら、まあここはここで、マーカーつけてっていう感じで。やって、こうファスナー。ここで合わせてつけていこうと思います。これ真ん中っていうので、そうですね、ちょっと邪魔になるから横にしとこうかなと思って、こんな感じで。でもちょっとずれてくるのかな、そうなったらって思うと、まあここでね、まあ、やり始めたばっかりなので、まあ変えれるんですよね。だからそうですね、ここでちょっとこうまたほどいて、まあ、バランスよくまたファスナーをねつけていこうかなと思ってますよね。まあ、これでやっていくと思うんですよね。また何かあったら動画を撮っていこうかなと思います。ではね、ちょっとこれほどいてバランスよくここまでやっていこうと思います。はい、ちょっとほどいてきた状態なんですけど、やっぱりなんか見た目的にもこれちょっと下に下がりすぎてるなと思うので、まあ、これをね、上に上げたいんですよ、1個。1個上げて、なので、こっちを、まあ、数えなくても、これは下に下がるんだろうなってなるので、下に下げますね。今こうなので、1個下に下げて、こう、今入ってるとこと引っ付けます。まあ、これで38で合うと思うんですよ。まあ、こっちを見たときにも、まあ、ちょっと上に上げてもいいのかなと思ったので、まあ、こういう感じで見ていきましたね。で、もう一回こう数えていこうかなと思います、私も。で、全体的にこっちとこっちも同じ位置ぐらいにあるかなって思うので、まあ、これでファスナーをつけていって、ちょっとバランスをとっていこうかなと思っています。こんな感じで。まあ、いけると思うんですよね。これでやっていこうと思います。こんな感じで、つけてきました。まあこうやって開けてつけましたね。こういう風にグーって、で別々につけてます。こうやって、でここでこの裏返しにしますね。中表ってやつですよね。でここからこうかがっていこうと思うんですよね。でこれ二重ですぐ使えるようにこういう風に結んでおきます。まあ、結ぶってね、この鎖編みする時の、まあ、こうやってこうやって置いときます。でこれでまあどうやってやるか、引き抜きっていうより、細編みでやった方がしっかりすると思うので、まあとりあえずここのこの何ですかね、この山見てもこっちは結構きつめなんですけど、こっちがちょっと緩めみたいな感じなんですけど、目数は合わせた方がいいと思うので、まあここからですよね。かがっていこうと思うんですよ。金具はちょっとずれるんですけど、まあここって決めてるので、ここに針を入れてからやった方が確実ですよね。まあ3個ぐらいだから数えてもあれなんですけど、ここを入れて、で向こうも
を入れて、で普通に細編みしてしつけていこうかなと思います。あ、このギリギリからやった方がいいですかね。ここからやっていきましょうかね。ここもここで向こうにこう当てて引っ張って、ここでグッとねして、あともう一回ぐらい同じところに針を入れて、こうしっかり留めておきますね。まあこれでどうなるのか、まあいい感じだと思うんですよね。ちょっとグッとしておきましょうか。でここからはもう細編みでずっとやっていこうかなと思います。こうこっちの手前のこの細編みの頭と向こうの細編みの頭拾って細編みで、また手前の細編みの頭と、まあ、ここも気をつけていきたいですね。今ここ入ってるんでここなんですよね。次私はね結構ずらしていっちゃうんで気をつけてやってます。でここと向こう、まあここは合わせていってるので目数を、なのでぴったりいくと思うんですけど、こんな感じで、まあ、普通に細編みでやるとここにちょっと分厚さが出ると思うんですよね。こうやって裏返すと、だから細編みでちょっとやっていこうかなと思ってます。まあ、引き抜きだとまた違う感じで出来上がると思うんですけどね。こんな感じできつすぎず緩すぎずな感じでやっていこうかなと思っています。ではねここまでずっとやっていこうと思います。でここが一番最後なのでここまでしっかり入れようかなと思います。今回はとして、でまあもう一回同じところに、さっきみたいにね初めも2回やったんでここも2回入れとこうかなと思います。グッとして、でもう一回こう、ここは2周かかってるからこう引き抜いて、でここでカットして、まあ糸始末する前にちょっと見てみますよね。まあいけるかなと思って、めっちゃ綺麗ですねこれ。まあいけるんで、まあ、こっちもやってまあいい感じかなって思うんですけど、ここはねちょっとグニャグニャってなるから、まあ気になるほとんどの方は気になると思うんですけど、まあここでレース糸でまとめておいてもいいですよね。あのグニャってならないようにここの奥で、かなりちょっと離れたところになるんで、まあ、こうやってやるとね揃うんで、こうですよね。こうやってちょっと奥側で留めておこうかなと思います。で中側と中側同じところら辺を拾って、でこの中側でくくっとこうかなと思います。あ、違うわ何したんだろう私はこうやって、まあでもここに留めといた方がいいかな。ここに留めて、難しいですね、このビヨンってなるか、グッと押さえといて、ここも拾って、でここ拾って、で上からこう切って、で、まあ、交差にしてくくれるのかまあこういう風な感じでくくっておこうかなと思います。あ、いい感じですね。これでこの中でくくりますね。このファスナーの中、グッと、でもう一回ぐらいグッと打っておいて、そしたら編み地とファスナーも止まってるんで、であとは糸始末を普通にして糸はカットしようかなと思います。こうやってね、まあ、レース糸なので、まあ、こう返しでちょっと糸始末して何回かこう出てこないように
何回するんだっていう。これでカットして、で向こう側もこれで全部糸始末して完成させようかなと思います。こっちの始めのところは結構こう取れてきやすいと思うので、ここで何回かしっかり留めて糸始末しとこうかなと思います。ほどけてきたら怖いので、ですね、くるってね、グッとして、でこうやって糸始末しておこうかなと思います。一回一回引っかかってないんですけどこんな感じでね、でもう一回こう返しとかしちゃったりして、これで完成にしようかなと思います。まあいろいろ後でこうなんていうんですかね、それこそこの前ファスナーポーチで、あのファスナーとこう引っ張りやすいようになんか編んでもいいですよね。それも上にリンクを貼っておくのでよかったら見てみてください。こんな感じでパチッとやって、こっちも糸始末したのでパチッとカットして完成です。こんな感じで、まあ、普通にこう編みしたらこういう風に分厚さが出るからいいですね。まあね、こうやって表にやってバックゴム編みでもすごい可愛いと思うんですよ。結構ねこの編み地もしっかり編めるしめちゃくちゃいいですね。でここにこう引っ張るこうなんていうんですかね、こうやって編むわけじゃないですか。だからなんかこうやってつけるものをつけてもつけるものをつけてもいいですよね。こんな感じで綺麗にできましたね。こっちも、まあ、そんなに気にならないと思うんですよね。こんな感じでめっちゃ可愛いですねこれ。でもやっぱりこうやって引っ張らなきゃなんで、まあ、ここになんかつけていこうかなと思うんですけどね、まあ、それもなんか考えれたらまた動画にするかもしれません。感じにできました。めっちゃ可愛いですね。これ結構たっぷり入るんじゃないかなと思って、まあ、サイズ的にまあだいたい横幅が18センチ、まあ、縦が10センチぐらいですかね。でもあっちもねだいたいなんですけど、まあ、6センチぐらいですかね、まあ、こんな感じのポーチができました。めっちゃ可愛いまあね、こう中にブチブチ入れて形を整えて置いておこうかなと思ってます。あのガマ口みたいにねやろうかなと思います。まあ、この、 あの1面ずつ編むのも、まあ、違う日っていうより同じ日でやった方が、まあ、いいのかなって私は思うんですよね。まあ、私は違う日に編むともっと編み地なんですか、緩い硬いみたいなこのなんていうんですか編み加減がなっちゃうんで、同じ日にやった方がいいかなと思いました。こんな感じでめっちゃ可愛くできるので、ぜひやってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。